はい、こちらがゴジラクロニクル2の表紙となっております。アンギラス1955、パラゴン、キングギドラ1965、ボロザウルス、タイガ、メガロ、メカゴジラ1974、ビオランテ、メカキングギドラ、バトラーとモスラの幼虫セット、バトラーの成虫、モスラ成虫、スーパーメカゴジラ、デッキリュウのメカゴジラ、でラストがカイザーギドラ。こちらはゴジラクロニクル2唯一のオリジナルのラインナップとなっております。このゴールドのボディにこのなんか灰色みたいな、なんかちょっとこのしましまみたいなのがいろんなところに、ね、こう塗られている感じですね、色彩としては。で、足の裏に1234って書いてあります。すごい、なんかこの尻尾とかもこだわってますし、この筋肉ムキムキ具合とか、すごいなんかもう腕じゃない、この首もすごいぶっといですよね、これ。もう足よりぶっといみたいなね。なんかすごい、うん。なんか強いぞって感がすごい出てますね。羽も、羽ちっちゃいですね、羽。まあ、カイザーギドラ羽ちっちゃいんですけど、これで飛べるとは思わない。むしろこれで200円かって感じですね。なんで、この、カイザーギドラ、うん、かなり気合い入ってますね、これは。はい、次がメカゴジラ2002キリュウですね。まずはここの塗装がちょっと変わりましたね。うん、ここがシルバーになりました。あとは細かなところがちょっと省かれてますね。例えば前作にはここにちゃんと書かれていた文字がここでは消えていたりとか、あとは目の上のところがちゃんと赤く染まっていたんですけれども、ここからは、クロニクル2では省いてますね。ここの三角のところは一応残ってるけれども、ちょくちょくこう省きが発生してますね。次がメカゴジラ1993ですね。はーい、初期版と EX の時はガルーダちゃんとここのボディのところ白く塗られてたんですけれども、クロニクル2ではここ全部メタリックになっちゃいました。白いのが全部なくなっちゃいました。で、このお尻のところもこう黒かったんですけれども、ここもメタルになっちゃいました。1の時はこのジョイントが、腰と腕黒かったですね。あと足の裏も黒かったんですけれども、で EX だともう全部同じ色ですね。後ろも同じ色で、こっちのクロニクル2ではこの腕のところだけ黒いのが戻ってます。足の裏も腰のところも黒くはならなかったっていう。クロニクル2だと目がですね、この全部黄色く塗られてるんですけれども、よくよく見てみるとこの1と EX の時って半分ぐらいまでしか黄色く塗られてなくて、クロニクル2になってやっとこの目のなんか目尻あたりまで全部塗られるようになったって感じですね。はい、次がモスラ成虫ですね。モスラこのボディがまずここがしましまがいっぱいあったのがしましま模様が少なくなってる。あとはこの胸じゃない、この背中のところの塗装も変わりました。あと羽のこの下のところがなんかグラデーションが入るようになりました。なんでちょっとお腹のここら辺はちょっと退化して、羽だけすごい進化したって感じですかね。後ろ2の時はちゃんとこう塗装入れてたんですけれども、これ模様とかも細かく、でこっち入ってないですね。だからちょっと残念な感じになってますね。かなりメタリックになりましたね。うん、目が違う。持ってちゃう。次がバトラ成虫ですね。2と比べるとまず色彩、使われてる色がだいぶ変わってんね。あとここか。この先っちょ、この頭の角っていう黄色かったんですけど、ここがもうほぼ色が入ってない。HG2 の時はこのボディがすごく、すっからかんだったんですけれども、クロニクル2ではちゃんとこの黄色と赤の、色が入っております。あとこの見ての通り羽の、この塗装の仕方とかだいぶ変わりましたね。ちょっとこのグラデーションが入ってる感じがすごいいい、なんか雰囲気を醸し出してます。モスラ同様お腹のところ穴が
なくなりました。もう立たせる気ないですね。まあ、ないんですけれども、そもそもジオラマが。あとはその羽のこの黄色で使われてた塗装がこっちではなくなってしまったんで、ちょっと寂しい感じになってますね。ギガバトラ幼虫とモスラ幼虫のセットですね。そうですね。こちらだと、まずは、まずモスラの方は色のこの使い方がちょっと暗くなりました。グラデーションっていうのが、クロニクルではなくなってしまいました。なので、結構単純な色の使い方になってますね。うん。で、バトラ幼虫の方は、どうだろう。まずこの黄色い箇所がちょっと減りましたね。黄色い箇所が減った。あと目がこっち暗かったのが、今度明るく、ちょっと明るくなったっていうのと、あとここら辺のボディのところがちょっと白っぽかったのが全部なくなっちゃってますね。そうね。ここら辺もこの白かったところとかがこうなくなってますね。なんかちょっとやっぱ鮮やかになった感じがしますね。クロニクルでは。ここら辺のこの黄色と赤のコントラストはすごい、あの色の、色がこう際立ってますね。こっちはちょっとグラデーションとかかかっててすごい良かったんですけれども、なんか、見栄えがちょっと、ここ背中はすごい明るくなった。ちょっと良くなった感じですかね。でもやっぱり最初のオリジナルの方がいい感じですね。次がメカキングギドラですね。だいぶこう明るくなりましたね。この使われてるこのキングギドラの色、ゴールドのところがすごいダークだったんですけれども、それが全部かなりあの輝かしいゴールドになりましたし、まあ、ちょっとなんかこのメタリック具合もだいぶこちらの方がちょっと輝いてる感がしますね。目もこのギドラの目の中の黒目がちゃんとポチッと入ってて、とっても目が入って分かりやすくなりましたね。まあここですかね。ここのメカのパーツが今度はここ塗られなくなったっていう、なんかちょっとわかんない。なんでこうなってしまったのか。ミスなんです。発注ミスとかですかね。わかんない。ビオランテでございます。これはすごい。色の使い方が違いますね。前は2の時はこう明るめのグリーンだったんですけれども、クロニクル2ではダーク。な感じが出てますね。でもこっちの方が、劇中に近いですね。あとサフビもこっちの色で出してますし。で、この一個一個の触手ですかね。触手のところのカラーがこだわってますね。じゃあ目が赤かったんですけれども、こちらがちょっと白っぽくなってますね。まあ、オリジナルの時は、こう黄色っていうかなんかちょっと塗られてなかったんですけれども、こっちは赤。口と同じ色になってますね。こうですね。どっちのビオランテもかっこいいですね、これは。皆さんはどちらが好きでしょうか。次がメカゴジラ1974ですね。これ比較してみると、何が違うんだろう。まず、色がちょっと変わりましたかね。なんかちょっとメタリックさが出てる感じですかね、こっちの方が。一緒だよね。多分一緒だと思います。次がメガロです。メガロさんです。まず触角が、オリジナルは白だったけれども、クロニクル2では黄色になってますね。であとはこのボディのところの汚しとか、いろいろ入ってたんですが、クロニクル2になってからもう残念なぐらいに、もう残念な感じですね。本当に。足。いやー、横から見ても、顔のなんかこの、雰囲気っていうかなんか印象もなんかこっちだとなんかちょっとなんか若干死んでる感じがしますね。なんか生きてる感がしないんですよね。なんだろう。あとは後ろも、なんかちょっと色が違う。次がガイガンですね。こちらも比較してみましょう。使われてる色がもう見ての通り明らかに違いますね。こっちの色も良かったですけど、こっちの色もいいですね。いやー、これほんと好みですね。ちょっと光沢さがやっぱり、オリジナルのところはあるんですけれども、こちらは
ちょっと抜けちゃってますね。後ろ姿がこんな感じです。ちょっとこのゴールド の色合いがこっちの方がなんか美しさがあるかなとは思います。これ好みですね、本当に。はい、次はゴロザウルスを見ていきたいと思います。まず、特徴としてはまず色がだいぶ鮮やかになりましたね。で、お腹のグラデーション、こっち黄色だったんですけど、黄色っぽかったんですけど、ちょっとこちら薄っぽいグリーンになってますね。で、ちょっとやっぱり目が、目の黒目のところがなんかこう薄くなっちゃってるんで、若干死んでる感があります。背びれがこちら、ちょっと白っぽかったんですけれども、先っちょまで塗られてたんですけども、こちらクロニクル2では、なんかちょっと、入ってないところもあったり、色違かったりありますね。ちょっと背びれ違いますね、これ。次がキングギドラ1965です。ゴールドの方がちょっと鮮やかなゴールドですかね。こっちちょっともうちょっと、トーンがちょっと下がってる感じかな。ちょっとこのグラデーションがなくなっちゃってますね。こっちすごい良かったんですけど、グラデーション使ってて。ないですね、こっち。キジナルの方は、この白目の部分が赤だったんですけれども、クロニクルになってからは白になってますね。本当はこっちの方が正しいのかもしれないですけれども、赤の方が、なんか印象は違いますね。こっちの方が印象はいいかもしれないです。この肌触りとかもやっぱり、相変わらずいい感じですね。チャッチくない。バラゴンですね、バラゴン。なんか全体的に、粘土っぽくなっちゃいましたね。もともと、いろんなグラデーションとか、塗装、塗装の色も違います。あとグラデーションがあったんですけど、そういうのもなくなっちゃったんで、かなり、のぺっとしてますね。耳のところもないですし、残念ですね。オリジナルのところって黒目の中になんかもう一つ白がポチッと入ってたんで、なんかこう瞳のようなものがあったんですけども、こちらはもうそんなものもなく、ただ黒い点が一つポチッとなってるだけなので、こっちもゴロザウルスと同様死んでる感じがしますね。目が死んでます。白の配色もこんなに差が出てきてます。なんでかなり退化しましたね、これは。どういうことなんでしょうか。ラストがアンギラス1955です。ちょっと明るくなったのかな？なんかちょっと明るいっていうのかな？なんか渋さがまたちょっと入りましたね。若干この光沢みたいのがあったはずの箇所、光沢がなくなったりしてますね。あと背中のギザギザも、こっち、つぶらやセレクションの時はこのサイドのところのギザギザは、ちょっと別の塗装を使ってたんですけれども、クロニクル2では、もう同じ色にしちゃってますね。もう、なんか、なんなんだろう。やっぱ最初こだわってたけど、どんどん飽きてきたのかな、この相変わらずこの皮膚の作りは素晴らしいですね。はい、こんな感じでゴジラクロニクル2をデビューしてみました。ゴジラがいないっていうのもなんかいいですね。ゴジラクロニクルって書いてありながら、ゴジラは一切出てきませんっていうところもすごい良かったんではないでしょうか。はい、以上となります。ありがとうございました。